まあ、はい、喉がイガイガするんですけどっていうふうな形で、まあ、痛みの原因とでおすすめのその漢方薬をご紹介するという、はい、であとは、不妊症に関して、まあ、その不妊治療をしてるんだけどっていうふうな人に対しての回答として、不妊症とはという定義の部分と、あと不妊症の原因、まあ、男性女性の原因を言っておすすめの漢方薬、まあ、こういうふうなものが一般的に使われるよというこの流れで、2つ目もこれはお便りっていう形で紹介するでいいですか、はい、あのメールで問い合わせがあったらしいんですね、あのテレビ局にメールで、はい、じゃあ不妊症、はい、不妊症の方が不妊症で何かあのいい漢方薬ありますかみたいな、あ、ですね、この方のなんか不妊治療を、あの不妊治療をやってるそうなんですけども、はい、漢方治療っていうのはどういうふうに考えてますかという、うん、いうような形だったらしい。不妊治療中ですが、はい、まあ、漢方もやろうと思ってるんだけどどうですかねっていうような、漢方治療はどうでしょうか、はい、どうでしょうかというなんかざっくりなその質問が来たそうです。はい、わかりました、はい、じゃあ1つ目は喉のイガイガにいいものありますかというまあざっくりなあれだったらしいですね、はい、まあ、飴なんか紹介しようかなと思ったんですけど、まあ、一応漢方の薬の方がいいんじゃないですかっていうようなことでテレビ局から言われて、それでそれぞれの漢方の薬、喉のイガイガだったらこのコーナーでもねご紹介したエキナケアメどうかなと、そうですね、そんな感じであれだったんですけど、まあ一応漢方の薬をっていうふうなことで、まあちょっとテレビ局の方から言われてですね、痛みによって違うんですね、使う漢方薬がね。そうなんですね、はい、私まさに今気境と思うんでます。ああ、そうですか、あの、はい、気境となんかは本当にね、もう非常にこう、これ1日にやっぱり3回までですかね、はい、それ以上飲まない方がいいですか、まあ、それ以上飲まない方がいいと思いますね、はい、まあ、肝臓が入ってるじゃないですか、あの肝臓という、はい、うんうん、まあ、低カリウム血症を起こすなんていうふうな形で、はい、ですから、まあ、それがじゃあ3回以上飲んで、その人にとってそういうふうな状態を起こすかったらまた個人差があるんで一概にはあれですが、一応注意書きにはですね書いてあるんですね、うん、はい、うん、7.5g までですよね、はい、うん、そうですよね、うん、はい、じゃあ、もうちょっとしたら行きますね、はい。